ザコ城ザコ場は、小魚をはじめとする大衆魚を扱う魚市場を指し、ザコ城、ザコ城などと表記される。競技では1931年まで、大阪府大阪市に存在した、ザコ城魚市場を指す。豊臣政権下、当初天満なるお町にいた、魚商人らは、開発が進む船場へと移り、うつぼ町、天満町が形成された。 このうち制御省17県が1618年に六筋南へ移転し、上、魚屋町が形成された。しかし、船場でも東横堀川よりのこの地は、魚の集散に不便であった上に、国所の時期は制御が腐敗する恐れがあった。そこで、制御省たちは、漁船の行き来のある京町堀川下流の詐欺島に出店を設け、 毎年4月から8月まで出店で取引し、9月から翌年3月まで置き上げといって、その期間は本店に帰った。置き上げ期間は中市あるいは船でオオを植え魚を魚屋町まで輸送させたが、多くの中市は詐欺島付近に住んだ。近隣の西成郡の田村、福島村などから雑魚類を詐欺島に持ってきて、販売するものも出てきて、詐欺島の章はスタレ。 雑魚場と称するようになった。大阪の二大水路である味川、木津川の分流点である川口にも近く、魚人の輸送に有利な雑魚場は、制御市場に適していたため、本店を植え、魚屋町から雑魚場へ移すものが続出し、ますます栄えた。ちなみに、うつぼ町、天馬町に泊まっていた、円環魚商らも同様の悩みを抱えており、1622年に、 下船場へ移転して、新宇坊町、新天馬町、天堀川町を形成し、内坊の海産物問屋街へと発展した。また、沿岸魚商らの移転により、船場の宇坊町、天馬町は本宇坊町、本天馬町に改称された。雑魚町では1720年に問屋が50件、1736年に56件となり、1772年、 トイヤ株は84件となり、秒が銀九貫目を上納するまでになった。雑魚場とウツボの両トン屋は期限が同じで、雑魚場は生魚のほか、塩魚も売買し、ウツボは塩魚のほか、生魚も売買したが、ついに両トン屋は営業の範囲をめぐって、訴訟沙汰となり、1781年以降数回に渡る訴訟の結果、雑魚場は生魚を、 うつぼは塩魚及び辛い和紙を取り扱うことになった。雑魚城問屋は、船坂七釜から、営業範囲侵害について訴えられたこともある。雑魚城の魚オイは朝、昼、夕と1日に3回立ち、九州、四国、中国及び淡路、泉、木、伊勢、島など、各地の魚オをほとんどすべて独占的に引き受けた。カエ年間の株仲間の最高の後、 雑魚城制御問屋は四十二件であった。幕末期には天馬の魚市場が天神橋北詰めに復活したが、府庁、市役所の資金地でもあった雑魚城は制御の主たる市場として、1931年3月に大阪市中央卸売市場が開設されるまで、その地位を保った。なお、九百十三年には北隣の江戸堀南通に青物市場が、 こういきことをより移転し、1923年に、雑古城北大物市場に改称したが、こちらも大阪市中央卸売市場開設に伴い、廃止となった。町名としては、江戸時代より雑古城町があったが、1872年に、京町堀通り、京町堀上通、江戸堀下通りのそれぞれ5丁目に改変された。現在の西区京町堀三丁目の西部、 江戸堀三丁目の南西部及び新南庭筋を挟んで、江戸小島一丁目の東端部にあたり、雑魚上魚市場の石踏みが、こうゆきことに立っている。湯川松堂が、県本着色天満魚市場の図、大阪歴史博物館所蔵、棚橋秋夫、天天天満の子守唄、天満神6号2006年11月。 大阪府庁は1874年から1926年まで、大阪市役所は1899年から1912年まで、共に百軒堀川を挟んだ対岸の江の小島に置かれていた。角川日本地名大辞典27大阪府より、ありがとうございます。